気に行くぞ。分かった。待たせるがよい。クメイトはだな。かなり厳しかったけど。すでに死は覚悟のみ。いつ果てても文句はない。だが今回の作戦だけは屍すら残すわけにはいかん。かくなる上は恐れながら玉体を傷つけてもこの辺りが潮時でしょうね。こやつら、あらあら、すばしっこい子猫ちゃんね。あたし好みだわ。さすがはシルフィードか。同志 S、 それに同志 V か。テロリストの仲間。やれやれ、今回は任せてもらうと言っていたはずだが。だが正直助かったぞ。悪いな、ジーノ旦那。だがここであんたが捕まったらさすがに幸先が悪いからな。無粋とは思ったけど、
お邪魔させてもらったわ。同志 C と一緒にね。そういうことだ。C、 まさか君まで来るとはな。私の立てた今回の作戦、それほど頼りなく見えたか。いや、ほぼ完璧に見えた。しかし作戦というものは常に不確定の要素が入り込む。そこの7組の諸君のようにな。僕たちのことまで。何者。本作戦の主目的はすでに達した。この上皇族を傷つける不名誉を負う必要はない。そうではないか。その通りだ。返してやりたまえ。エリオット、マキアス、二人を頼む。うん。ああ。さて、これにて双方が歩み寄れたと思うのだが、依存はないかな？七組の諸君。あれに決まってるだろう。恐れ多くも殿下たちをさらい、薬などで眠らせたこと、とても帝国人として許せるものじゃないな。5対6、ちょっと厳しいかな。みんななかなか骨のあるガキどもじゃねえか。せっかくだから相手をしてあげてもいいのだけど。まあ、ここは私が出るのが筋というものだろう。刀使いに体剣使い、それと操縦剣の使い手か。来い、相手をしてやろう。ただの余興だ。鉄道憲兵隊が来るまでのひととき、その怒りをぶつけてみるがいい。面白い。すごい自信。時代の遺物、ダブルセイバーか。我が名は C。 それだけ覚えておくがいい。士官学院7組の力、見せてもらおうか。それでは始めるとしようか。行こっか。はっ。俺の番だ。任せればよい。はい。私の番だね。
せつっまいせいはっいくぞたっはっせい行こっか。行くぞ行くぞ今だ。はい、ふんさすがわしい私たちのリーダーを務めてるだけはあるわね。ここまでの使い手とはさらに匹敵するかも。お前はお前たちは一体帝国解放戦線、本日よりそう名乗らせてもらう。静かなる怒りの炎をたたえ、どしがたき独裁者に鉄槌を下す。まあそういった集団だ。帝国解放戦線。それに独裁者って。そこまでです。サラ教官、クレア隊員、間に合ったかどうやら時間のようだな。え、まさか。それでは諸君、また会おう。爆弾？あわよ。それじゃあね、かわいい子犬ちゃんたち。せいぜい生き延びてみせるがいい。崩れるわ。早くこっち。はい。シャレになってないぞ。リン、そなたは殿下を。分かった。こうして
鉄道憲兵隊の主導によって月祭初日の混乱は収まった。手傷を負いながらも陣頭指揮を取ったレーグニッツ帝都知事の働きにより3日にわたる月祭も無事終了し、翌朝俺たち7組のメンバーは揃って帝都を後にすることになった。いや、君たちには本当に世話になってしまった。兄弟ともども士官学院に足を向けて眠れなくなってしまったくらいさ。いえ、そんな。そのあまりにも恐れ多いお言葉かと。いえいえ、私とエリゼなどあのまま連れ去られていたらどんな運命が待ち受けていたか。本当に何度お礼を言っても足りないくらいの気分です。私からも改めてお礼を言わせてください。本当にありがとうございました、エリゼ。本当に無事でよかった。私とセドリックの方も B 班の働きには助けられたよ。市内の混乱の収拾、改めて礼を言わせてもらおう。もったいないお言葉。お役に立てて光栄です。7組設立のお礼をやっとお返しできたみたいですね。それにしても帝国解放戦線ですか。ああ、ノルド高原での一件、さらには帝国各地のいくつかの事件、今までにも暗躍の気配はあったが、今回ついにその名前を明らかにした C をリーダーとする数名の幹部たちに率いられた純然たるテロリストたち、現在情報局でメンバーの洗い出しを行っている最中らしい。こう言ってはなんですが、不思議な人たちでしたね。私たちを連れ去りながら悪意をあまり見せることはなく、それでいてうちに秘めた劇場に取り憑かれているかのようでした。はい、もちろん姫様をさらったことは許されることではありませんが。うちに秘めた劇場、そんな感じはしたかも。静かなる怒りの炎をたたえ、どしがたき独裁者に鉄槌を下す、彼らのリーダーの言葉です。確かにそう言ってたな。ふん、また露骨な言葉だな。静かなる怒りの炎、そしてどしがたき独裁者。まあ、何を示しているのかは明らかではあるが。皆さん、セドリック、なんとか間に合ったわね。いいタイミングだ。皇太子殿下、わざわざお見送りに来ていただいたのですか。ええ、お世話になったからにはこのくらい当然ですから。あ、こちらの方々が7組のもう一班なんですね。はじめまして皆さん、セドリック・ライゼ・アルノールです。この度は姉の危機を救っていただき本当にありがとうございました。心よりお礼を言わせてもらいます。もったいないお言葉。あ、光栄です。ありがとうございます殿下。皇太子、想像してたより可愛いかも。こらフィー。皆さんのようにもっとたくましくなってくれれば私も安心なのですけど。ちょっとアルフィー。姫様、失礼ですよ。まだ15歳だし、君たちはこれからだろう。しかしセドリックとあなたが一緒というのも珍しいね。恐縮です。せっかくなので
彼らをこのまま見送らせてもらおうと思いまして。父さん、傷の方は大丈夫なのか？ああ、大事には至っていない。まだ少し痛むが、じきに完治してくれるだろう。そうか。知事閣下、お疲れ様でした。ああ、ありがとう。かなり変則的ではあったが、無事今回の特別実習も終了した。士官学院の理事としてまずはお疲れ様と言っておこうか。恐縮です。ありがとうございます。7組の運用、そして立場の異なる3人の理事、いろいろ思うところはあるだろうが、君たちには君たちにしかできない学生生活を送ってほしいと思っている。それについては他の2人も同じだろう。父さん。そう言っていただけると。その点に関しては殿下もどうかご安心ください。わかった。元よりあなたについては私も信頼しているつもりだ。だがどうやらお揃いのようですね。実は先ほどまで共に陛下への拝謁を賜っておりまして。アルフィン殿下におかれましてはご無事で何よりでした。これも女神の導きでありましょう。ありがとうございます。最初オリバルト殿下も帝国解放戦線に関してはすでに全土に手配を出しております。 IK の洗い出しも進んでいますので、どうかご安心ください。やれやれ、手回しのいいことだ。これは来月の通商会議も安心ということかな。ええ、万事お任せあれ。あ、失礼、職員への挨拶がまだだったな。帝国政府代表ギリアス・オズボーンだ。鉄血宰相という名前の方が通りがいいだろうがね。お、はじめまして閣下。その大噂は金がね。私も君たちの噂は少しばかり耳にしている。帝国全土を股にかけての特別実習、非常に興味深い試みだ。これからも頑張るといいだろう。恐縮です。どうも。精進させていただきます。それと久しいな、遊撃士。転職したそうだが、息災そうで何よりだ。ええ、おかげさまで。その節は本当にお世話になりました。バンダイク元帥は私の元上官でもある。その意味で私としてもささやかながらさらなる協力をさせてもらうつもりだ。ま、楽しみにしてくれたまえ。それは諸君らもどうか健やかに。強き絆を育み、鋼の意志と肉体を養ってほしい。これからの激動の時代に備えてな。ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。この調子で頑張りなさい。パーフェクト。よく頑張ったじゃない。